山崎常吉山崎常吉1月15日から1961年1月5日は日本の労働運動家、政治家、衆議院議員、ブリキ職人。高知県上郡安村で生まれ、6歳で両親を失い、小学校を中退し、高知市でブリキ屋の小僧として働く。徴兵後に大阪でブリキ職人として働いたが、喧嘩による、 障害罪で8ヶ月服役し、その後名古屋に転居した。1918年米騒動で、同年8月10日、名古屋市鶴舞公園の集会で演説を行い逮捕されたが無罪となり、これをきっかけに労働運動に加わった。名古屋労働者協会に加入し、1922年、名古屋自由労働者組合を結成し組合長に就任。1923年、 名古屋浅浦港組合を結成し、浅浦港葬儀を指導して検挙されたが無罪となった。同年9月、関東大震災後、当局の弾圧を受け、名古屋自由労働者組合を解散した。1926年、労働農民党名古屋支部の結成に加わり、1927年支部長に就任。同年9月、労農党から愛知県会議員選挙に出馬して当選。 その後、新動農党中央執行委員、愛知県連会長、全国労働大衆党執行委員、日本労働組合全国評議会、中央執行委員などを務めた。労働運動の受け化が進む中、1935年、第日本た田たか労働組合を結成して、中央執行委員長に就任し、さらに1936年、愛国従業員総連盟会長となる。 1937年に本格新党結成に、加わり総務委員に就任し、同年4月、第20回衆議院議員総選挙に、愛知県第1区から出馬して当選したが、1939年5月3日、衆議院議員選挙法違反事件の上告が、大審院で棄却され判決が確定し、衆議院議員を退職した。 1942年4月の第21回総選挙では、翼山政治体政協議会の非推薦候補として、立候補して当選。戦後、1946年4月、第22回総選挙で、愛知県第1区から日本社会党を公認で出馬して当選したが、翌年公職追放となり、衆議院議員を3期務めた。この間、翌3政治会成長構成、 文部兼務委員、日本社会党中央執行委員、同会計監督、同愛知県連合会政調会委員長などを歴任した。ありがとうございます。